こんばんは。やっほー。広島騒がしい。確かにすごいですね。今日は音がすごい。サミットが近づいてきてます。広島は日焼けしてない。いや、これ日焼けしてないんですよ。なんかフィルターをね変えたんですよ。そしたらちょっと肌がオレンジになっちゃった。なんでフィルター変えたかっていうと、なんか黒を着るとなんか髪の毛がなんだ薄い色になるんですよ。だからちょっとなんていうの、コントラストをいじってこう髪の毛の色をねこうはっきり映そうと思ったら、あの相対的に肌がオレンジになる。でもね、なんかこれしないとぼやけるんですよ、めっちゃ。どうしよう、普通のでもいいんだけど、普通のにしたらね、今なんだこれ、普通のにしたらこれ、これがノーマル。わかります？私ね、服の色でいつも変えてるんですよ。こうチン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 って。今はさっきやってたのこれ、これこれ。これが個人的には結構好き。ちょっと今日はこんな感じです。はっきりするくらいですか。結構いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なお洋服ね。これはエモガで買いました。夏っぽく、夏っぽく。最近はあの広島の話なんですけど、広島は G7 が近いのであんまりなんか出歩くこともなく、まあ仕事とかには行ったりしてるんですけど、それ以外はもうちょっと家にいます。多分みんな他の人たちもそうかも。なんで私も仕事をお仕事して終わったらもうご飯とか食べ行かずにすぐに今日も家に帰ってきて、今日は結構すごかったですね。ずっとなんかいろいろ鳴ってました。何が起きてるのか分かんないけど、外ですごいもうちょっとお昼寝とかしてたんですけど、お昼寝から目覚める時とかもすごいブワーンブワーンみたいな、なんか飛行機なのかな、なんなんかな、なんかすごい大きな音でしたね。どのぐらい交通規制かかってるのかな。でも今日もバスとかも止められてたから結構大変だった。なんかニュース見る限り、路面電車とかは止まるんだけど、なんかバスも止められると思わなくて、今日は朝とか中区のバスとか止められてたから、なんかバスに乗ってる乗客全員降りたらしい。すごい。だからなんかね、 LINE 追加してて、広島ので、広島で今日の19日の交通規制の LINE は来たけど、まだ20日の今日じゃない明日かとかは来たけど、そうなので20日のイベントの日は結構気をつけてください。いろんな会社が休みになるみたいね。うちの行ってる美容院とかもなんか休みになるって言ってた。
結構だから交通はいろいろと気をつけた方がいいかもしれない。でもなんかその時にならないと分かんないんだよね、どこが封鎖されるとかが。ちょっと今広島はいろいろと ちょっといつも通りではないかもしれない。かわいい、ありがとうありがとうございます。宮島も封鎖ねえらしいね。サイリウム持ち歩いても大丈夫だろうか、どうなんだろう。いいんじゃないのかなって思うけど、職務質問とかされた時にめんどくさいかもねこれは何ですかって言われるかも。ちょっと大変かもしれない。まあでも歌うことないから別に、なんか歌えなくなったんですよ、歌う予定だったんだけど、だから別にサイリウムなくても問題はないトークショーとサイン会になって、そう、だからなくても個人的には大丈夫だけど、まあ、別にあっても大丈夫。そう、歌う予定だったんだけど、なんか昨日ちょっと無理になっちゃった。なんか女っぽくなった。一応生物学上的には女なんですよね私実は。トークショーの内容は沖ちゃんが決めるの、質問形式、え、わかんない。なんか私何も知らされてないんですよね。何、まあ、一応自分の中で話すことは考えていこうかなとは思ってるんだけど、どういう、でも別に多分司会の人とかもいないんだろうかなって思うから、どうしたもんだか。佐竹さん、佐竹さんどうなんだろう、いらっしゃらないんじゃないかな、忙しそう。キさん司会しないよ、私が司会して私がゲストってことですか。ちょっと頑張りますね、分裂する術をまず身につけたいと思います。当日券で参加する予定、そう、当日販売もする予定なので、よかったら、もう多分その日やってる唯一の STU イベントなので20日はよかったらぜひぜひ。あ、会場までたどり着ければいいけどね、お待ちしてます。おきちゃんの声聞いてて落ち着く、どうぞ寝落ちまで使ってください。行こうかな、暇なら暇ならおいで、待ってます。でも結構ね、本当にちょっといつもとは違う広島だから、いつもとは違うけど、でも多分今後ないから、こんな広島は
ちょっとレアだと思う。私も楽しみ楽しみって言ったらあれだけど、なかなかね G7 広島でってないから楽しみにしてます。職質されたことないので楽しみ。でもなんか私ニュースで見たんですけど、ニュースツイッターかなんかで見たけど、職務質問される定義って割と服装とかのなんか怪しさにあるらしいから、皆さんはだいぶやばいと思います。皆さんはいつも生誕ティーとかこう私のコンプライアンスって書いた服をよく着てるので、多分もう一発だと思います。気をつけてください。せめて私のコンプラ T のコンプラって文字を絶妙に隠してから来てください。多分もう一発だと思います。多分謎の団体だと思われると思います。そういう人がいっぱいいると。そしてそれを作った私にも多分来ると思いますコン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 ってコン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 ガチャ、多分20日は中止になるかもしれません。いやおもろい。職質に引っかかる T シャツ。いやでもね、なんでデザインにしてしまったのか分かんないんだけど、あの時はイケてるって思ったんですよ。なんで気をつけてください。検証しましょう。どの生誕ティー着てきたら一番職質されないか。多分私的にこういろんなデザインを見て、メンバーのデザインを見てきて、やっぱ最近見た生誕ティーの中で一番おしゃれだなって思ったのはまひなさんの T シャツなんですよ。まひなさんの T シャツはなかなかこうバンド T みたいなちょっと見てみてください。多分もう売ってるかな、この間売ってたと思うんですけど、めっちゃおしゃれで、で私が最近見てちょっとやばいなって思ったのはマイキューの生誕 T、 私見てたんですけど制作する過程を、すごい独特なデザインの犬2匹とマイキュー、おそらくマイキューがポンポンポンって、まああれもアート的なあれかもしれない。そう、最近の生誕ティーって面白いですよね、人によって。でもなんか一回尾崎せりかちゃんと話したことがあって、パスイってまあ結構昔から48が好きじゃないですか。でパセリがなんか生誕ティーってなんか着やすいデザインよりもその人のメンバーっぽさが出てないと嫌だみたいなこと言ってて、なんか生誕ティーの意味がないみたいなこと言ってて、私はその年その話をした時になんか普段着もしやすいデザインをしようと思ってた時だったから、なんか目から鱗で、そう、それでコンプラティーにした気がする。あ、なるほどって、やっぱおしゃれさよりそのメンバーらしさかと思ってコンプラって書いた気がします、確か。なんかそういう感じだった気がする、あんま覚えてないけど、まあパジャマとかにでもしてください。生誕ティー問題、まあでも結構ね来てくださってる方いらっしゃるんでありがたい。今日の服すごい、今日はね夏にぴったりアウターなんですよ。
なんか最近めっちゃ暑い。ね、暑いよね。しかも結構電気代とかも上がるらしくて困ってる。でもうちはペット飼ってるからクーラーとかつけてかないとなんだけど、まだつけてない。でも今日は涼しかった。昨日めっちゃ暑かった、びっくり。日焼け止め買いましたよね、見てほしい。だから昨日買ったんやけどさ、最近の日焼け止めめっちゃ進化してる、見て。クリームタイプじゃなくなったんですよ。なんかこれでコロコロしたらこう 手で触らなくても塗れるっていうやつ。しかも紫色。なんかこのタイプって去年からあったのかなって、今年になって初めて見たんやけど、すごくない？と思って、おお、かわちいと思って。なんかいっぱいあった。でもこのタイプこれにした。でもなんか不安になるからやっぱクリームタイプも買おうって思った。めっちゃいい匂いする。これ伝わらないね。顔もいけるの。顔は別の塗る、体用。しかも肌白くなる。日傘さす、日傘買おうかなって思ってます。あれは買った、手袋、日焼け防止の手袋と言ったらいいのか、夏らしく。最近暑いからね。こんばんは。最近よくメンバーに会う、なんか通りすがりのメンバーとかに、その手袋買いに何、日焼け用の手袋買いに行った時とかも葵さんに会ったりとか、歩いてるゆきりかに遭遇したりとか、まあ歩いてるゆきりかすごいメンバーにめっちゃ分かりやすいメンバー。メンバーの衣装グリッツ高い。そう、歩いてるユキリカに遭遇した。私はその時車に乗ってたから写真盗撮したこんな分かりやすいことあるって思って。めっちゃ合います。最近マイカーの LINE のグループがめっちゃ活発で、すごいちょっとでも見てなかったらもう40件とかブワーってたまるんですよ。昨日とかも結構みんなピョコ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 、そう、流れ早くて空葉とパセリがユニバ行ってて、ユニバの写真送ってきて、でそっからスパイダーマンがなくなるっていう話になって、スパイダーマンがなくなる前にマイカーで行きたいっていう話になってみたいな、なんか追いかけるのが大変で全然ついていけなかった。ユニバとかも何年行ってないんだ、私中学生以来とか。最後に行ったの多分修学旅行中3の、まだハリーポッターもできてなかった時
それ以来ですね。でももうハリーポッターどころじゃないもんね。マリオとかいろいろできてますもんね。どっちかって言ったらディズニーの方が行ってるかもしれない。STU になってからない。あ、ないですね。ディズニーじゃない、ユニバーね。なんか STU メンバーみんな年パス持ってる人多いんだけど、なぜか行く機会がなく全然行ってない。行きたいなと思ってる。行ってないですね。行ってみたいね。全然行ってない。夢の国も行ってないし、アンピーと二人だけで行ってきて、アンピーとね、行ってみたいね。会話持つかな。でも絶対楽しいと思う。いや、ポコちゃん、ポコが活発。ポコ、こんばんは。皆さんこんばんは。よいしょ。何の話しようと思ったんだっけ。なんか話そうと思ってたこと今日あったんだけど忘れちゃった。何やったかな。写真集のイベント、写真集の話はもうさっきしちゃった。おうおお、活発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 。ポコちゃんがめっちゃ活発。おはよう、おはポコ。ハボコしてます。はじめまして、はじめまして、大きぽです。福山リエチとなんか話した。リエチ話したけど何話したかな。話しやすかったの覚えてる。藤井理恵ちゃんね、さっきの理恵ち何喋ったかな。何喋ったっけな。なんか私と理恵ちが喋るっていうか、私はリネタンと理恵ちの会話を聞くのがすごい楽しかった思い出がある。でも3期生あれですね、ブログとメールが始まりましたね。まだ見てないから見ようかなって思ってる。顔と名前一致させないとね。でも多分すぐ覚えれると思うよ、きっと公演とかツアーとか始まったら。おきちゃん最初のメールの内容覚えてる？覚えてるよ、一番最初のメール。なんか猫のエフェクトつけて拾ってくださいみたいな送った気がする。なんかめっちゃ覚えてるな、それは。なんか私その時いたドラフトのなんか研究生のマネージャーさんに1通目のメールをめっちゃこうチェックしてもらってて、なんか何回も NG 出されてそれにした記憶がある。
なもう今はいないんだけど、その人は。だからすごい1通目はめちゃ書き直しして送った記憶があります。NG やったんだ。なんか結構厳しい方だった。めちゃありがたいけど、何が NG だった、何が NG だったんだ、ちょっともう覚えてないな。よく怒られてました。でも本当にためになりました、そのおかげで。いいことだよね、怒られないよりは怒られた方がいいよね。怒られたおきちゃんの前に出ておきちゃん悪くないってカッコつけたい。出た出た。じゃあダメですよ、そんな全肯定したら。ありがとうございます、ありがとうございます。そんな嬉しい。でも多分ビビって泣くと思う。多分一緒に震えると思う。じわる、おきちゃん、おきちゃんを泣かすな、一緒に怒られて泣くと思う。プルプル。もうおきちゃんに怒る人いないんじゃない。いやいや怒られますよ、そんな怒られるようなことしたら怒られますよ。怒られるようなことあんましないけど、こんばんは、だってこんばんは。最近なんか怒られた、怒られたのはあるけど、ちょっとまだ、皆さんには言いたくないな。皆さんにはちょっと言いたくないな。いや、まあよくある。よくあることで怒られました、私。何?ちょっと福山の話し会の時に寝坊してしまって、そう、福山は車で行ったんですけど、もう私は寝坊した瞬間にもう会場直入りしますって言って、あの一人だけ会場直で行きました。そしたら怒られました。もう本当に申し訳ない、私めっちゃ準備してたんやけど、そう、新幹線で行きました。もうタクシー代ちょっと高いから。課金しました。私でもなんか最近本当によく言われるんですけど、なんかそのメンバーとかにも、車ロケ、なんて言うの、移動車で来ればよかったのにって一緒にってよく言われるんですけど、私メンバーとか人を待たせるのがすごい苦手で、
もうだったら本当はね待ってくれるんですよ。でももうそれがすごい苦手で、だからもう待たせるぐらいだったら先行ってくださいって言うんですよね。そしたらまあ多分私がちょっとそういう原価があるから言ってくれるんですよ。なんか、まあ、その車もそうで、よしどうしよう、どうやって行こうって考えて、会場までタクシーは結構かかるぞって思って、よし新幹線だ、新幹線で行って、そうなんです、リハには間に合いました。で今日この間ツイッターに載せてたマイカーの何面でしょうは、まあちょっとまだ言えないんですけど、まだ言えないんですけど何面でしょう。いつか言おうって話してるんですけど、ココアさんとユミリンさんと、まあでもちょっとそれに近しいことです、何面でしょうは。そうなんです、もう本当に気をつけなきゃ。そうなんですよ、直近で怒られたのはそれですかね。私は本当によくそれで怒られます。だからもう本当に大事な日はもう寝ないようにして行ってます。その時はね早めに寝たんだけどね、起きれんかった。だから毎回マネージャーさんからの誕生日プレゼントは目覚まし時計もらってます。しかもちょっとコードっていうか、めっちゃいい目覚まし時計。目覚まし鳴った、いや鳴ってたんやけどね、鳴ってたんだけどなぜか気づくのは電話の音なんですよ。本当に申し訳ない。もう目覚まし時計めっちゃいっぱいある、本当に5個ぐらいあります、家に。もう隅と隅と隅と真ん中とめっちゃ置いてる。電話の音を目覚ましに設定したら、 iPhone は電話の音電話の音設定、あと振動タイプの目覚まし時計と、あと光タイプ、カーテンを勝手に開けてくれるタイプの目覚まし時計と、普通の目覚まし時計の形してる鈴が鳴るやつ、リン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 って、それがあります。結構揃ってます。もう最終的にはあれかなって思ってます、駅員さんとかが使うやつ、ベッドが膨らむやつ、あれにしようかなって。最近あれ10万円ぐらいらしいんですけど、本当に次で帽子したらもうそれを買おうかなって検討してます。かな、最近失敗したことはそれですね。そうなんですよ、気をつけます。もう本当に親とかにもめっちゃ怒られてるから気をつけないとって思ってるんですけど。
なかなか朝が苦手です。そうなんです。朝の機嫌悪い、全然悪くないんですよ。それが本当になんかよく言われるのが、なんか今起きてるのに今起きてないみたいな声を出すってよく言われます。なんかしっかり意識がしっかりした声で、でも自分でも確かにって思いますなんでですかね。多分いつもびっくりして起きてるんですよ。毎日毎日がこう、うん、おはようとかじゃなくて、毎日がってこうなんか息をめっちゃ吐き出しながら起きてるんですよ。だからそれで多分脳に酸素が一瞬で回ってあのパッて起きれるんですよ。でよくなんかまいちゃんとかになんかドッキリみたいな起こされ方するんですよね。ホテル一緒とかの時とか、なんか起きちゃうみたいな時とかもう早っみたいな、なんかスッと起きれます。だから起きたらすぐなんですけど起きたらすぐなんですけど、起きるまでに時間かかります。そういつもね本当にびっくりしながら起きてます。毎日毎日寿命が縮みながら生きてます。そうなんですよ。寝起きドッキリ見てみたい。あー寝起きドッキリ、寝起きドッキリはされたことないけど、でも不眠耐久の時とか、なんか私寝ちゃってたんですけど、なんか起きてもうなんかすごい寝ちゃってましたみたいなことすることもなく、まるでずっと起きてたかのように、なんかうわー終わりーとかでなんか笑顔で立ってた気がするなんでだろう、うん、あそうココアさんに起こされたことあったけど、そうね気象ラッパで、あれはめっちゃ眠かった。ココアさんに起こされた時はでも結構ヒュって喋ってましたよ確か。めっちゃ眠かったってか、頭があんま回ってなかったけど口は回ってた気がする。そう結構ね本当に私とは朝は切っても切り離せないですね。だから機嫌が悪くなるってことは多分ないと思う。朝に朝とかに、うん、低血圧ってわけじゃないのかな。じゃあどうなんだろう。起きるのはすごい苦手なんだけど、うん、学生時代とかも結構朝が本当に苦手だった。うん、なんかだからよく本当に朝起きれなくて休むとか結構ありましたね。学校中学生高校生の時とか、うちはお母さんがめっちゃ厳しかったんで、もうお母さんがよく起こしに来ましたね。お母さんの階段を登る音って全国共通でなんか嫌じゃないですか。あの私2階に部屋があったんですけど、お母さんの階段登ってくる音って多分全国共通だと思う。うわ来る来る起こされるって思いながらこう布団をこう痛っ
これ多分全国共通だと思う。お母さんが仕事行くようになってから全く起きれなかった。お母さんも朝出て、あの仕事にね出て行ってたから、途中ぐらいからあの朝から起こしてくれる人がいなかった時はもうやばかったですね。姉妹で登校したりしない。うちね妹と高校別々だったからね、妹と時間違ったんですよ。そうなんですよ。あまりにも起きれなくて、あの高校の時の担任の先生がちょっと起きさんって、ちょっとカウンセリングしましょうって言って、私あまりに朝起きれないから、あの保健室の先生に1対1のカウンセリングを受けることになって、私すごいそんな大ごとになると思わなくて、こうなんかこう問診票みたいな、でみたいな、全然そんなことしなくても大丈夫なんやけどみたいな、めっちゃ心配させてしまって申し訳なかったですね。朝起きれないだけなんだけどなって思って、そうなんですよ。なんか何言われたかあんま覚えてないんだけど、なんとかなんとかでみたいな、なんか悩みあるみたいな、いやあの朝がちょっと苦手なんですって言ってそんな感じでしたかね。でも優しい先生でしたね。そうなんですよ。おきちゃんに優しく起こされたい。起こしますよ。そうですね。朝苦手です。気にしてくれないよりはよっぽど良い。確かに私すごい担任の先生、副担任の先生優しかったですね。なんかあの一時不登校だったんですけど、不登校の時もバイト あのコンビニで働いてたんですけど、バイト先まで来てくれて、なんかいつでも来れるようになったら来ていいよみたいな、すごい優しかったですね。アイドルになるって言った時も応援してくれたりとか、うん、なんか先生にめっちゃ恵まれてたなって思います。ちょっともう連絡取る術がないからなかなか言えないんですけどね、もし会えたら言いたいですね。またありがとうございますって。そう、優しい先生たちでしたすごい担任の先生、すごいあれだけど、修学旅行行くの死ぬほど嫌がってた先生だったけどおじいちゃん先生だったんですけど、担任は副担任が女の先生で、担任の先生一番嫌なの修学旅行って言ってて、修学旅行だけには絶対に行きたくないって言ってましたね。なんか結構素直な素直な先生でしたね。そんなあれない、こう素直に言うんだなって確かに大変だよ、大変だよね引率も。修学旅行でもよく広島とか学生たち来てたりするな。こんな、私一回ね、なんか最近バズってたんですけど、なんか新幹線になんか行き先のところが修学旅行って書いてある新幹線を見たみたいなツイートがめっちゃバズってて、でも私ね結構最近、まあ、1年以内半年以内にそういう新幹線見たことあって、なんだこれみたいな、岡山のホームでなんか
普通だったら東京とかのぞみ何々号みたいな書いてあるところに修学旅行って書いた新幹線、そう貸し切り、多分全車両貸し切り、1号車から16号車までその貸し切りの修学旅行っていうやつを見て写真に撮ってたんですよ。ツイートすればもっとバズってたかもしれない。ツイートしなかった。なんかマネージャーさんと一緒に何これみたいな、こんな、なんか行き先が修学旅行の新幹線初めて見たみたいな。だって修学旅行でもだいたい16号車だけとかじゃないですか、多分貸し切っても。でも多分その新幹線は1から16まで多分全部に学生が乗ってて、ツイートすればよかった。バズの気配が最近バズってました。初めて見た。でも結構見るらしい。あるんだって。ね、超多いのか、それか他の学校とかも一緒に行ってるのか。でもだとしたらグリーン車の学校だけなんかめっちゃだってね、グリーン車の学校だけすごいなんかちょっと得してるっていうか。ね、めっちゃいいなって思いました。黄色い新幹線見たことある？黄色い新幹線は見たことないかも。グリーン車ってなんかあのおしぼりって何なんですかね、もらえるやつ。私あのおしぼりでいつも何に使うんだろうって、こうご飯とか食べるときに使えばいいのかなって思って、すごいなんかあれの正しい使い方があんま分かってない。おしぼり配られるじゃないですか。ボキちゃん一学年で何クラスあったの？でもクラス40人ぐらいだったかも。40人で、でも1組2組とかじゃなかったからな、ちょっと分かんないや。顔拭くよ。顔拭くの？顔拭くには細いけど細すぎない？グリーン車乗ったことない。私もそんな乗ったことない。だからたまに乗れたらラッキーって感じ。なるほどね。まあ普通に手拭いときたいと思います。まあ、もうちょっとで終わりだね。あと10分ぐらいかな。早い早い。姫カット、姫カットではないんだけど、確かに姫カットっぽく見える。これはポニーテールにしても触覚ができるように、触覚はある。でも確かに最近うちに入ってることが多いかも。今日の髪型のポイントない、特にないよ。なんかさっきコメントであったんだけど、プロフィールが更新された
みたいな。そう、本当はね多分ここら辺で全部変わるっぽかったのかな。プロフィールが更新されてます。アーシャはちょっと まだお待ちください。そう、公式プロフィール、アーシャいつだろう、まあもうちょっとじゃないかな。アーシャおきちゃんもチェックしたの。え、見たよアーシャ。今回の出来は、なんかいつも通りいつも通りって感じだった。なんか髪型と制服が違うなっていうか、顔がもう去年から何も変わってなかったほぼ去年の顔でしたね。うん、お楽しみに。たまには山で撮ろう。山か、山ね、山か、山ちょっと虫さえいなかったらいいんだけど、その保証がどこにもないから怖いな。山ね、山ちょっとなかなか厳しいよし、虫が本当に苦手。こないだなんかちょっと山に行ったんですけど、山っぽいところに本当になんかちっちゃい虫がいっぱいいて、すごいあの避けようもないぐらいちっちゃい虫がいっぱいいて、でも目とかにいっぱい入った気がする。あんま分かんないけど。登るのはでも小学生の時なんか地域でなんか山登りしてた気がする。あんま覚えてないけど結構大変だった夏とかに。うん、今までのアシャって全部海で撮ってる。全部海で撮ってますよ。海で撮ってますよ。みんなよく山行くなと思う。まあね、どうなんだろう。でも好きな人は好きだよね。し、健康に良さそうではある。私は虫さえいなかったら行きたいけど、切っても切り離せないですからねそろそろ終わろうかな。54分、壇上読んで終わりたいと思います。ではでは、壇上読みます。13位マークンさん、12位中澤さん、11位修二さん、10位パパパンダさん、9位ナナシマルさん、8位オリちゃんさん、7位ジェリーさん、6位バオバブさん、5位キョウイさん、4位カズノリさんでした。13位1回目で皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、
2位がバンボジさん、1位がトートーさんでした。ありがとうございました。コメントしてくださった皆さん、そして壇上の皆さん、ありがとうございました。配信ありがとうございます。お茶こそ見てくれてありがとうございます。またね、20日に写真集のイベントもありますので、またね、ちょっと交通規制どうなるか分かんないけど、多分あのその前日か当日になったら交通のなんか出ると思うから、また皆さんに言いますね。暑さに負けず頑張ってね。皆さんも最近暑くなってきたから気をつけていっぱい水分取ってください。おきちゃんおたの職質チャレンジ楽しい。そんなチャレンジしてない、まあ多分されないと思うけどね。でもなんかちょっと焦ったり走ってたりとかしたらなんかね、されそうだから気をつけて。じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。大丈夫だと思うよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。